しとみの奥義始まります。皆様こんばんは。舞踊家で大和所作塾塾長の江藤しとみです。皆さん今回もどうぞよろしくお願いいたします。女優の佐藤美久です。さてこの番組しとみの奥義は現在日本舞踊梅若流名取梅若しずあやとして多くの生徒を指導されるとともに一般社団法人日本文化支援機構代表理事のほか大和所作塾塾長など日本の伝統文化の素晴らしさを精力的に伝える江藤しとみさんがより分かりやすく日本の伝統文化を和装の所作だけでなくさりげない仕草からの人間的な魅力モテ方ではなくモテ方などについて独自の理論から紐解いていく番組です。この番組に出演させていただくことで私自身も改めて日本伝統文化の魅力や現代にも通じるさまざまな昔からの良き伝統の素晴らしさを感じております。それではまずは江藤しとみさんの略歴をご紹介させていただきます。江藤しとみさんは静岡県伊豆熱川のお生まれで老舗旅館で生まれ育った影響もあり幼い頃から人前で何かパフォーマンスをすることに長け3歳ぐらいから日本舞踊も本格的に習い始め周囲からその才能に高い評価を受けられました。その後神奈川県の短大卒業社会人を経て起業日本舞踊梅若流名取梅若しずあや着付け日本舞踊ねぎ式教室開講並びに大和所作塾も開講現在一般社団法人日本文化芸能支援機構代表理事も務めてらっしゃいます。そしてこの番組しとみの奥義で江藤しとみさんと番組を進行させていただきます。私は女優の佐藤美久と申します。現在フジテレビで放送中の月9ドラマ女神の教室で山口七海役としてレギュラー出演させていただいておりますほかドラマや映画を中心に活動しております。またここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の誠の間という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますのでこのしとみの奥義同様にぜひ一度お聞きいただければと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。なおこの番組収録の模様は映像でも撮影していただいておりまして番組放送後約10日程度でリメイクラジオという名称で YouTube にアップしていただいておりますのでぜひ皆さんスマホやパソコンなどでしとみの奥義しとみは志すに富山県のと奥義はアルファベットの大文字で OHGI しとみの奥義と検索いただきますようお願いいたします。こんな2人で皆さんに日本伝統文化の魅力や素晴らしさ、いろんなしとみ先生的奥義などについてお伝えしていきたいと思います。それではまず初めのコーナーはしとみのファッションチェックのコーナー。このコーナーは日本舞踊の師匠であり、日本の伝統文化の魅力を伝えようとされてらっしゃる江藤しとみ先生が、伝統文化イコール和という固定概念を壊し例えば洋装の中に和装小物を取り入れたり新しい着こなしなどについてしとみ先生が今月の収録にお召しになったファッションについて解説いただくコーナーです。なお今回ご紹介させていただいた衣装についてはしとみ先生のインスタにもアップしていただきますのでぜひそちらのチェックもお願いいたします。それではしとみ先生お願いいたします。承知いたしました。はい、ということでまずは全体のコンセプトからちょっとお聞きしたいんですけれども。はい、はい、私デザイナーでも、はい、ファッション関係の仕事もしたことがないので細かい素材の話とか、はい、形ラインまたテーマその年のそういうことは喋れないんですけれども、はい、私のこだわりは、はい、その季節に合った和の色を身につけるっていうのがテーマです。そうですね。で今回トップスが、今回のテーマのカラーということで。そうなんです、はい、ちょっと単層あれして、2月っていうのはうぐいす色、あ、う
萌え色とか、はい、若草色というのになるんですけれども、はい、前半でしたのでちょうどあのうぐいす色、はい、まああのねうぐいすの糞うぐいすの糞はい色わかる、ちょっとでも昔はそれを煎じてね、はい、あのいただいたりとかするぐらいにすごくあれなんですけど、あの緑よりちょっとくすんだ、はい、こういうやつなんですけれども、ひとみ先生が今お召しになられているトップス、皆さんリメイクラジオをご覧いただいたり、あとは画像も出てくるかと思うんですけれども、その色がやっぱり素敵ですね、はいはい、それをこうとあの選んだ時にすごく素材がモコモコっとした、はい、あの、トップスだったので、そうすると体が大きく見えるじゃない、はい、そうするとどこを締めるっていう風に私、はい、あの考えるので、はい、あの下の方をですね、はい、スパッツにしてみました。そうなんですよ、はい、黒のスパッツということで、はい、あのすごく私あの前からちょっと思っていたことがありまして、はい、あのしとみ先生 の、はい、あのおみ足がおみ足おみ足が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 あのいつも見とれてしまうんですけれども、ありがとうございます、はい、私も褒めてあの育つタイプ、育ってきたタイプなので褒められると嬉しいですけど、はい、まあ、どうなんでしょうね、日本舞踊というのは下半身がとても大事でですね、はい、まあ、ヨガやティラピスの要素も入っているんですが、あの膝を屈した状態で動きをします、うん、それですから、はい、もしかしたらあのふくらはぎとかももとかが筋肉はついていると思うんですけど、はい、昔からじゃなかったんですよ。あ、そうなんですか、はい、やっぱり一時あの日本舞踊をやってない時期って長かった時があったんですけど、はい、その時は太ももの外側のところにお肉はしっかりついてました。想像つかないですちょっと真剣にあの、はい、おなとりや足配やなんていうのを取る時にあの何時間もお稽古すると、はい、そぎ落としていけることですね。すごいです、やっぱ努力の賜物と言いますか。ありがとうございます。いや、まあ、本当に素敵だなというふうに思いますであの私画像も拝見させていただいて、はい、その中であのスカートバージョンっていうのもあったと思うんですけれども、はいはいはい、あれですね、はい、私あのスパッツを履いて、まあ、お尻周りのところがちょっとあのフリルの方であのお尻大きいので隠したんですけれども、はい、外出ようとしたら寒くてね。あ、そうですね、2月だとまだちょっと寒いかなと、はいはい、寒かったのでこのスパッツの上にですね、はい、あのレザー の、 あのイエローのレモンイエローの、はい、あのマーメイドの形の、はい、スカートを着させていただいて外出ました。あったかかったです。またその色も入るとこうやっぱこう春感もまた増すなというふうに、ね、はい、思います。上がちょっとねうぐいす色でもシックな色ですから、はい、ちょっとあの下は明るめのそうですね、はい、であの和装の取り入れ方ということで、あのピアスが結構こう和装な感じがするんですけれども、 ありがとうございます、はい、これは大和所作塾のブランドの中で、はい、キリエビジューというシリーズのピアス、はい、イヤリングなんですね、はい、で今日はあのちょうど、うちのそのシリーズの茶道シリーズの4種類のうちの一つ、はいはい、茶筅、茶筅、はい、はいまあ、ちょうどねうぐいす色なのでお茶の色で合わせてきました。はい、結構その色に合わせた形で、はいはい、すごくあの細かい茶筅の形も繊細で、はい、昔はね多分切り絵って言ったらこうっと刃物で彫刻みたいなので寄ってたんでしょうけど、今レーザーでやれるのでものすごい細かいところまで、はい、あのディテールできます。ディテールが綺麗にできます。なのでぜひ皆さんもリメイクラジオをご覧いただいたり、あとは、しとみ先生のインスタをですねぜひチェックしていただきながら、見ていただければなというふうに思います。以上しとみ的ファッションチェックのコーナーでした。マンスリーソング、続いてはマンスリーソングということでしとみ先生セレクトによる楽曲についてご紹介いただき、月の2回の放送とも流そうというコーナーです。さて今月はどんな楽曲についてご紹介いただけるんでしょうか。まあ、あの今私のマイブームがですね、はい、市川由紀乃さんなんです、はい、そうですね、多分うちの流派の宗家も あの、はい、
作るのに今ブームなんじゃないですかね。多いんですよ、踊りを作るのに。この曲がのこの方のあの曲が多くてですね、はい、前膝くら、はい、そうですね、はい、それちらのですねカップリング曲になります、はい、みさとはい、そうですね、愛か愛かでいいんですかね、おそらくだと思うんですけれども、はい、港町愛かということで、はい、こちらの楽曲もすごいかっこいい感じで、はい、はい、これはもう本当に今の時期の港町、北の港町を歌った歌ですね、はい、なのでぜひ皆さんに、今ね、しとみ先生のマイブームということなので、ぜひ市川由紀乃さんの楽曲を聴いただければなと思います。以上、マンスリーソングのコーナーでした。まずは所作から。このコーナーでは日本伝統文化から学ぶ成功哲学を教えてらっしゃる江藤ひとみ先生から、美しい人になるためのメソッドをお話しいただきます。そしてまずは所作からのタイトルの元は、ひとみ先生が常におっしゃっておられる、全ての動作について礼儀作法にかなった身のこなしをすること、言い換えると立ったり座ったり寝たり歩いたりなど、人間の基本動作すべてが他の人に対して気配り敬意慎みの気持ちを持って正しい方法にのっとった行動言動正しい所作をすることによって品格風格ある美しい人になるということだそうです。それではひとみ先生お願いいたします。承知いたしました、はい、今回のテーマはですね、はい、考え方心の在り方、考え方、はい、うん、心の在り方、はい、なぜワンランク上の人は立っているだけで違うのかというテーマになりますが、はい、あのみくちゃんの方、はい、どうでしょう、待ち合いをしてるとか、あの、はい、街で会った時に立ってる方とか、はい、まあ、歩いてる方で、はい、うわこの人すごっ素敵とかって思う人見かけたことありますか？はい、しとみ先生です、まあ、私リベントとかやってないよねやります、本当にそれこそ今おっしゃっていたで待ち合わせとか、はい、している際にいらっしゃった時の、ええ、お内気さがやっぱりしとみ先生だと思う、こう身が引き締まる思いが、はい、あります。やっぱしとみ先生を見てると、はい、綺麗だな、美しいというふうに、やっぱもっと褒めて違うこれ言わなきゃいいんだけど、本当に近くに、はい、いらっしゃるやっぱ美しい方だなというふうに思います。ありがとうございます、はい、ではでは、じゃあ身近に私というようなものがいたとします、はい、では何人か私と同じ世代の人たちと比べた時にどこがじゃあ違うのかなって考えたことあります？でもやっぱりどうしても見た目とか、なんか着ているものとか風になってくるのかなって思うんですけれども、若作りしてるからね、はい、いやいやいや違う違う言ってないです、そんなことそう、やっぱりね見た目は必要ですよ ね、 そうですね、清潔感がある、はい、でも皆さんもそこら辺はしていらっしゃるかと思います。す、ね、はい、じゃあワンランク上っていうところで見ると、例えばね、はい、一瞬は見た目、うんうん、じゃあ数秒は何だと思う？はい、数秒、数秒その方と終わった時、でも動きとかになってくるんですかね、はい、そうよね、動きとか動作振る舞いとかなるのかな。じゃあ何分になると、何分間か、もう5分10分といろいろ、ね、一緒に中身というか、うん、会話で、あ、そうですね、うん、はい、お話っていうことになってくる、内容なのかお話なのかっていうことをちょっと、お話ししたいんだけれども、はい、まず、ワンランク上の人っていうのは見た目と所作、これ言動行動としますね、はい、そして性格、この3つ、なるほど、はい、からなっているんですけれども、この容姿だけにつくこの美しいっていう形容詞多いんですが、はい、私から言うと美しい性格、美しい所作などにも多く使います、はい、でね、この美しい見た目と所作と性格を持った人が醸し出す雰囲気、これが見た人を引きつけているんだと私は思うんですね。なるほど、はいはい、でね、その雰囲気っていうのは、うん、やっぱり心の在り方、はい、心の状態、うん、それがすぐもう直結してね、うん、表情や立ち振る舞いに現れるんだと思っております。
このようにね、はい、立ち振る舞いは心を表すもの、心を反映するものと思っていただくと、うん、所作と心がとっても深く関わっているということ、そうですね、はい、を分かっていただきたいと思います。うん、ということはですね、はい、ワンランク上の人になるのには、はい、心を整えなければいけない、うん、所作を整えなければいけないっていうことがありますが、はい、ちょっとねふと、心を整えるっていう言い方でググってなくてね、心を磨く方法でちょっとふとググってみました、はいはい、そうするとちょっとあの皆さんもぜひ、はい、時間があったらねググってみてください、はい、心の磨く方法、はい、うん、そしたらねいろいろな心理系セミナー、うん、はが出てきますので、はい、比較的ちょっと私はびっくりいたしましたですね、はい、まあそこはそこで置いといてですね、うん、私自身がですね、はい、お伝えしているのは日本文化からの立ち位置から、うん、はい、心を磨くことね、心と型を、はい、学ぶことなんですが、はっきり言ってですね、心を磨きましょう、心を整えましょうって言って何やっていいか分かんないですよね。そうですね、そうそうそう、確かに、はい、そこでまずは所作から、あ、型から始めましょう。なるほど、心を整えるって難しいんですよ。確かに、正直だけどね、心を整えるよりも型を身につけて、型をにはめて肩を超えると心につながる、心ができちゃうっていうお話だったんですね。あ、なるほど、うん、やっぱ見た目だけじゃないっていうところがやっぱ重要ですよね。そう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 、はい、すごく感じました。もう基本的にベースなんですけれども、はい、その見た目のベースには必ず、うん、3つの輪っていうのがあるんですよ、はい、私の方の大和翔佐知君には、はい、モテる見た目、モテる所作、うん、はい、モテる性格の3つの輪の重なったところ、はこれがモテる人と定義してます。へー、なるほど、すごいよくすごく分かります。はい、やっぱそこがやっぱりなってないと、ちゃんとしたその真のモテみたいな、そうそうそう、部分がやっぱりこう大事なんだなっていう、うん、結局ね、バラバラで学んだりすると、はい、共通って要するになんて言うんでしょう、さっきのググり方なんですけど、あ、はい、うん、心理学を学びました、それじゃあ、所作はどうなるって言ったら美容系の方とかポージングの方で学びました。で、じゃあこちらの方でもうちょっと資格とか向上させるために検定受けてみよう、こういうふうにちょっとバラバラになってしまうんですよね。あ、なるほど、うん、だけれどもこのバラバラは統一感がやっぱり若干なくて、私から見ますと、お金もお時間も浪費して遠回りしてるように感じるんですね、はい、そこでその発想から大和所作塾というのは着付けだけにとどまらず、なんていうんですか、見た目と、はい、所作と性格を融合したのが、はい、日本伝統文化の知恵から生まれた新メソッドなんです、うん、はあ、なるほど、それを人見先生がこう開発というか、そうそう、独自の理論でですね、すごいですね、はい、やっぱ私もそれをいっぱい学んで、モテる女じゃないですけれども、はいはい、モテる、うちはモテるイコール成功する人になるので、かっこいい、はいはいはい、はい、まあ、はい、いろいろとね成功の定義もありますけど、まずモテる人っていうのは人を引きつける人、確かにそうですね、引きつけておかなきゃね、何でも、そうです、そういう意味じゃなくてね、まあ、やっぱすごいやっぱ大事なんだなと改めて思いました。ありがとうございます、以上、まずは所作からでした。皆さん早いもので、瞳の奥義エンディングが近づいてまいりました、皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました、この番組瞳の奥義は毎月第2第4木曜日夕方5時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も聞きいただければ嬉しいです。瞳先生いかがでしたでしょうか、うん、今日もいろいろと喋らせていただきましたが、いえいえいえ、
んだり、つまずいたり、私の思いが少しでも皆様に、ラジオを通して皆様にですね、届けられたら嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。そして番組でお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com しとみの奥義、しとみは、志すに富山県のと、奥義はアルファベットの大文字で OHGI しとみの奥義までお待ちしております。それではしとみの奥義またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は、しとみと佐藤美久でした。では皆様次回までごきげんよう。